Tatsumi Sankyō は伊予の国出身の武将で室町時代戦場神殿の試合を外しで発言として大門を知る正気を未然に知る無我の真相に到達し一生の原理を解読して辰巳流を創始したと伝えられた。
Thank you.